ごきげんよう、高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年の6月18日日曜日です。今日は外を見るとなんとなく晴れそうな雲行きですね。昨日なんとカープ交流戦で5割以上が確定しました。この交流戦というのがカープにとって本当鬼門でしたからね。今年はやりましたね。やっぱり新井新監督のなんか交流戦なんて、まだの交流戦なんて全く気にしないという新しい形で取り組むというかチャレンジするというんですかね、まさに決まりましたね。いやー、交流戦で5割確実、今日勝てば貯金、交流戦で貯金なんてちょっと考えもしなかったんですが、すごかったですね。昨日はなんといってももう田中康介でしょう。もう私もですね、あの広島優勝した時のこの田中康介のこの功績というか、すごい打撃というか攻守揃って頑張っていましたからね。いや、それがトンとレギュラーで出なくなって、ええー、と思ってました。もうここでだいたい 2,3 年レギュラーを外すと腐って選手はだいたいダメになっていくんですが、いやー、田中康介というのは常にやっぱりレギュラー出た時にすぐ打てるように準備していたんですね。いやー、これには本当感心しますね。やっぱり人生も同じで、こうやっぱり下がる時もあるんですが、そこで腐っちゃいけませんね。常に最善の努力しながら、日が当たるところに来た瞬間にバーッと力が出る、まあこれがすごいですね。田中選手、なんと昨日は打ちましたよね。ここに見てみますと、田中が生き生きとしている。2打席連続の敵陣二塁打で3点。走行守で貢献し、マスタースタジアムで4度目となるお立ち台に上がったって。このお立ち台に上がると、やっぱりモチベーション上がるでしょうね。今回4度目というのはそんなに上がってるんですね。いやー、この新井新監督のこの相性というのも、これもありますね。まあ、あの選手も起用によってはなかなか日が当たらないこともありますが、今回のこの田中康介選手のこの活躍というのはね、あの新井新監督との相性にこれは大きく関わっていると私はまあ思いますね。そして、本拠地での勝負強さにやっぱりファンの応援が戻ってきたのが一番。4年ぶりの大声援を浴び、躍動する姿が眩しい。いや、眩しいって、そんな感じで。いやー、ベテランの味というのが出てますよね。いや、それによって、やっぱチームもなんか一丸となる、こうリーダーと引っ張っていく感じがすごくあります。昨日は森下投手もね、これも良かったですね。彼は、まあ、安打を打たれてますがね、先発森下が6回を投げ7安打ですからね、結構打たれてます。7安打2失点で3勝目を挙げた。まあ勝ち星ですね、投手とね、勝ち星、少し打たれてもです、勝ち星が上がってくるとね、ぐっと力が出てきますね。もう前向きになって攻めの投げになってきますからね。いやー、そしてまあ一つは、もう一つで喜ばしいのは、栗林が8回をね0点で抑えてくれた。これが、まあ、いきなりはあの抑えにはいきませんが、今矢崎が調子がいいんで、矢崎に抑えを任して8回を投げて、まあ、心当たりの新井監督のこの起用の仕方もすごいですね。すぐ黒林を外すんでなくて、やっぱりこう8回に使って徐々に戻しながらというこのやり口いいですね。もう矢崎もまたなかなか勝負強いというんですから、ポンポン速球を投げていくところなんと、やっぱり抑えのこれ才能もまたあるんですかね。いや、そしてここであの昨日の、まあ、西武のピッチャーにです、ね、対してですね、これが面白い記事があったのは、気になるのはですね、西武は、まあ、高橋といういいピッチャーですが、なんとこの間佐々木朗希の160キロ超えるスピード、そしてフォークボールの落ちるやつ
これを体験していますからね、その残像というのをですね、残しながら向かっていったというところが面白いですね。やはり佐々木朗希のこの球をぶつかっていった、この体に受けた体感、スピードの体感、フォークボールの体感、これを残像に残して、またよく似たピッチャーに対してこう向かっていくという、これはすごいですね。やはりバッターとしてはやっぱり田中朗希にはいっぺんに向かって立っていくときには、これは必要ですね。いやー、これは面白いですね。でもこういう試合を生かしながら交流戦でいい結果が出ましたね。交流戦でいろんな選手と違う選手と投手とにこう会うという、これで打者としての経験を積んで、そして次に会う時にはそれを生かしながら向かっていく。いやー、田中選手もそういろんな選手の投手とのこう戦う時にやっぱり受けるこの体感というんですか、それを吸収して、向かっていくというのがね。いやー、昨日はそういう点では本当にカープいい試合転換で、これからまた上昇気流にまたますます乗っていけるようなこうエネルギーが出る試合でしたね。私もそのようなエネルギーが出るような環境づくりというのをね、チャンネル登録が前に上昇気流に上がるような環境を整えることが必要だなと、カープの試合を見ながら思いました。おげよー。